第59回、有馬記念は、2014年12月28日に、中山競馬場で施行された競馬の競争である。このレースを最後に引退を表明したジェンティルドンナが、優勝し、優秀の美を飾った。第59回、有馬記念11月22日から12月7日まで、ファン投票が行われ、11月27日に、第1回中間発表。 12月4日に第2回中間発表、12月11日に最終発表が行われた。最終の有効件数は14万3863件、有効投票総数は95万7708票だった。以下の票において出走場は灰色の枠で表示する。この年はファン投票の上位場に回避が少なく、 上位20頭のうち13頭が出走を表明し、GI 競争の勝ち馬は10頭、出走16頭すべてが、重賞優勝馬と、豪華な顔ぶれになった。また、登録馬も21頭と多く5頭が、除外対象となっていたが、出走可能馬で回避馬が1頭もいなかったため、除外対象馬はすべて除外された。ジェンティルドンナ、ジャスタウェイ、センラー、 ビルシーナの四頭はこのレースで引退することが陣営から発表された。また、ジェンティルドンナは同日の全レース終了後に引退式を行うことも発表された。この年の出走馬のうち、関東馬はフェノーメの一頭のみで、残り十五頭はすべて関西馬であった。ハープスターとイスラボにいた、スピルバーグは、ジャパンカップ後、東方ジャッカルは、喫花賞後、ヌーボレコルトは、 エリザベス女王背後休養に充てるため出走登録は行わなかった。また、絆は天皇賞のレース中に骨折しており、年内は休養することになった。この年は JRA 史上初めて指名された馬の関係者が枠順を選択する方式が採用された。指名はニューヨークヤンキースの田中正宏投手と松山康久元長教師が交互に行った。 一番人気のゴールドシップは2012年のサツキ賞、菊花賞の二冠場で2年前の同レースの覇者でもある。2013年に宝塚記念を優勝し、2014年は史上初の宝塚記念連覇を達成した。海外遠征となった外戦門賞は14着に敗れ、今回はその外戦門賞以来約3ヶ月ぶりのレースとなったが、陣営は3着だった。 前年の同レースよりも状態がいいと述べていた。2番人気のエピファネアは、前年度の喫下賞の優勝馬で、2014年の春は未勝利に終わったが、前奏のジャパンカップでは豪華メンバーの中、2着馬に4馬身、突き放す圧勝を決めて、GI2 勝目を挙げた。3番人気のジャスタウェイは、前年度の天皇賞で4馬審査の圧勝で、GI 初制覇を飾ると、2014年は、 中山記念、ドバイデューティーフリー、安田記念と重賞を連勝した。特にドバイデューティーフリーは日着に6馬身以上、突き放す圧勝で、それまでのコースレコードを2秒以上短縮する非常に強い内容だった。このドバイデューティーフリーで、国際、クラシフィケーションにおいては130ポンドを獲得し、日本競馬史上初の単独1位にランクインされた。海外遠征となった、 外戦門賞では8着に敗れたが、ジャパンカップでは2着に入り、健在ぶりをアピールした。4番人気のジェンティルドンナは2012年度のヒンバ三冠馬で、同年のジャパンカップで三冠馬オルフェーブルを叩き合いの末に下し、3歳ヒンバ史上初制覇の快挙を成し遂げた。2013年は史上初となるジャパンカップ連覇を達成し、2014年は ドバイシーマクラシックを制し、一戦級のボバとも、互角以上の実績を見せていた。三連覇のかかったジャパンカップでは四着に敗れ、当初はこのレースを最後に引退する可能性もあったが、敗戦が不完全燃焼であったことから出走を表明した。なお、ジェンティルドンナは、中山のレースには一度も出走経験がなく、今回が最初で最後の中山出走となる。 単勝オッズ一桁台の馬は以上の4頭で3番人気のジャスタウェイまでがほぼ固まったオッズとなっておりジェンティルドンナが離れた4番人気という構図になった。枠順は12月25日に東京お台場フジテレビ本社でニューヨークヤンキースの田中正宏投手をゲストに発表された。負担重量は4歳以上ボバ1五十七馬,馬 57kg、4歳以上頻馬及び3歳。 ボバ 55kg、全馬,55馬2本、超強馬。ゲートが開くとまず、名称マンボが出遅れた。それ以外の馬は、ほぼ揃ったスタートを決め、大方の予想通り、ビルシーナが鼻を切った。外枠発想となったエピファネーヤが2番手につけ、その後、ジェンティルドンナ、トーセンラー、ラキシス、ワンアンドオンリーと続き、ゴールドシップが、中段やや後方。 ジャスタウェイはさらに離れた後方を追走し一周目のホームストレッチに入った。1000メートル通過は63秒0と非常に遅いペースとなり3コーナーまで隊列がほとんど変わることなく進んだが3から4コーナー中間点でビルシーナが失速しエピファネアが押し出される形で先頭に立ちジェンキルドンナはマークする形で2番手に上がった。このあたりで ゴールドシップがまくりをかけて先端に取り付いた。直線に入ると、ジェンティルドンナがエピファネーアにせりかけ、残り100メートルでエピファネーアが交代し先頭に立った。後方から、トゥザワールドとゴールドシップが差を詰めてきたが、ジェンティルドンナが4分の3馬身の差で押し切って、先頭でゴールし、優秀の美を飾った。一番人気のゴールドシップは、 トゥザワールドとの写真判定の結果3着、2番人気のエピファネアは5着、3番人気のジャスタウェイは後方から追い込むも4着にそれぞれ敗れた。ありがとうございます。